柔道男子100キロ超級でパリ五輪代表の斎藤立ち、22イコールジェスグループイコールが2日、ブランドスラムアンタルヤ大会を終えてトルコから羽田空港に帰国した。決勝まで進んだものの、五輪金メダル2度のテディ・リネール、フランス、を攻めながら、終盤で技ありを奪われて惜敗。本当にもったいない負けだった。本当にあと一歩だったので、悔しくて涙が止まらなかった。 と唇を噛みつつリネールにもう恐怖はない。対策してきたことはドンピシャだった、と大きな手応えも示した。パリ五輪でも一番のライバルになる地元のカリスマに対し、終始優位に戦いながら、絶好奇で不用意な投げ技を返された。表彰台では涙が止まらなかったが、打倒リネールへの自信もつかみ、今回やれてよかった。全然違う、と大きな手土産を持ち帰った。 4月から新社会人となり、この日は新調したというジャケットで取材に応じたものの、都内は気温もぐっと上がったとあって巨体からは汗が噴き出した。さっき、中野、T シャツを着替えたばかりだが、意味なかったっす、わら。フレッシュな大気は、残り4ヶ月でさらなる成長を期した。